痛い痛い痛いって言われたりするときは結構自律神経が乱れてるんじゃないかなっていう状態。これをやってるだけで全然変わってきますから、バロメーターなんですよね。はい、生体復活院長で理学療法士の松田啓太です。どうもありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みを根本的に解決していくための患者さん用の動画になっています。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、整形外科に通っても痛みが全く改善していない、もしくは痛み止め、湿布で痛みをごまかしている、そんな患者さんであればこの動画を通してしっかり痛みを改善してみてください。松田さん、はいよ。自律神経、わー出た。あれじゃないですか。ありますね。なんか乱れてる時の、なんかサインみたいなのってあります？いやー、あります。自律神経、痛みと関係するのって思う人結構多いんだけど、めちゃくちゃ関係する。で、アメリカだといわゆるヘディングバックペインって言って、いわゆるヘッド、頭から来る腰痛っていうのがちゃんとあるんですよ。症状、疾患名ですよ。例えばヘルニアとかと同じような感じでヘディングバックペインって言って、いわゆる思考とか、いわゆる頭の感情から来る腰痛ってありますよって言われるぐらい、この神経系、いわゆる自律神経ってやつとかとつながりが深いっていうふうに言われてます。まあ、そりゃそうだね。心技体って言ってね。心技体まあ、心と体つながってますよって話で。例えば、なんか、メンタルが弱ってる時って風邪ひきやすかったりとか、ね、体が疲れた時ってね、例えばこう落ち込みやすかったりとかってやっぱあるじゃないですか。この体と心っていうのはすごく相関してる。ね、その、つないでくれてるのが、いわゆる心と体つないでくれてるのが、いわゆる自律神経で、自律神経っていうのは何かって言ったら、いわゆる交感神経と副交感神経ってこの2つに分かれてて、交感神経が何かって言ったら、いわゆるこの活発化していく、アドレナリンが出て、おっしゃー今から狩りに行くぞみたいな、何年前やみたいなけど、まあ、そういう人間を活性化させていくのがアドレナリンを出したりとかするのが交感神経。副交感神経、これは眠るときに働く。ね。まあ、働くというか、両方強調してるんですけど、いわゆるこう、楽、ね、ぼーっとなったりとか、リラックスするっていうのが副交感神経。この二つの働く、協調的に働くことによって、人間が働いたりとか、眠ったりとかっていうのをバランス取ってますよっていうのが、これ自律神経。で、これがおかしくなってくると、いわゆる自律神経失調症になってたりして、いわゆる、痛みを感じやすい状態、眠りたいのに眠れない、いわゆるこれ体にとってはすごく負担ですよね。だから本当はリラックスしないといけないのに筋肉が働いている状態、まあそりゃ痛み出ますよねって状態なりやすかったりします。だから本当は筋肉って緩まないといけない、副交感神経が働かないといけないけど交感神経が活性化する。例えば寝る前にスマホを見てて光刺激が入ることによって交感神経が活発化しやすいんですよね。そうなってくると副交感神経働きにくくなって寝つきが悪い、寝れないと筋肉回復しない、痛みが増加していく。やっぱこんな悪循環が起きてくるので自律神経ってしっかり整えていきましょう。だから結構治りにくい痛み、腰痛、膝の痛みとかっていうのは結構この自律神経もしっかりアプローチしないといけない。で逆に言うとマッサージとかに行って眠れる状態、リラックスした状態ができたからなんか痛みが楽になりましたって人もいるし、本当に話聞いただけで楽になりました、これもう完全に自律神経の話ですよね。ね、落ち着いて話聞いてくれた、ね、楽になった。で、副交感神経がリラックスできるようになった。それで痛みが楽になった。こんなのも全然あるわけですよ。だからこの自律神経ってとこはしっかり知っとかないといけないし、ただ、自分が自律神経がおかしいか、わかります？スケさん。ちょっとわかんないですね。そりゃそうでしょうね。わかりますって言われたら、お、すごいねって終わりますけど、わからないんですよ。私もわかんないです。でも、これね、自律神経が乱れてるなーっていうのを、体の症状で見ることって結構できてまして、私もこう、患者さん見たりとかするときに、自律神経がちょっと乱れてるんじゃないかなって時とかは、ここをチェックするってポイントがあるんですよ。ということで、今日は、自律神経が乱れてたら体に症状出やすかったりっていうのがあります。でもしかしたら自分の痛みが、もしかしたらこの自律神経が乱れてるせいで出てるかもしれないので、ここをね、しっかり見ていく方法をね、ちょっと紹介したいと思います。で、自律神経が乱れると、まずどこから痛くなったりとか症状が出るかっていうと、これは身体症状としてこの胸周り、これ T ライン TTTT これカットでお願いしますこの T ラインってありますね。この T ラインっていういわゆるこの鎖骨が始まって胸骨ってこの真ん中にありますね。いわゆるこのね、彼は Y になってますけど、まあ T なんですよ。大体 T ね。T になってることが多くて、この T のラインが硬くなることがめちゃくちゃ多いです。で、あとは背骨が押すと痛いとかっていう症状が起きたりします。で、これなんでなのかって言ったら、自律神経ってですね、これ背骨がありますね。背骨がこういう風にありますと。で、背骨これ前から見てますけども、自律神経ってどこ走ってるんですかなんですけど、これは背骨の前側、この神経走ってますね。背骨の前側と、あと後ろ側、いわゆる背骨沿いに走ってると思ってください。
背骨沿いに走ってるんですよ。だから背骨が沿いに走っているので、例えばね、背骨を後ろからこう触ってる時、例えば上から押したりする時に痛いってなったりするんですよ。なんか不安定性、いわゆる関節が不安定性もあるんですけど、自律神経が働きにくい状態が起きてくると、いわゆる多裂筋っていうね、この背骨を安定させるための筋肉とかが働きにくくなるっていうのがあるんですよね。で、この背骨を上からこう押さえた時に安定してないんで痛いんですよ。だから背骨のところをね、こうギュッギュッてこう押してったりとかした時に痛い。なんか本当は背骨ってそんな押されたぐらいで緩まれたりとか痛くないんですよ。普通はああ気持ちがいいねぐらいなんですけど、一個一個こうって押していくと、あ痛い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 って言われたりするときは、これ結構自律神経がいわゆるこう乱れてるんじゃないかなっていう状態。あとはこの T ラインってねありますけど、ここでもね自律神経結構走ってまして、この特に胸骨ってあるんですよね。胸骨ってところはめちゃくちゃ結構出やすいですね。で、自分でもね触ってみてください。あの胸の真ん中ですね、ど真ん中。この胸骨ってね、これです。この胸骨ってこれです。ここの部分をこう自分でこう押さえてみてください。押さえて、ここでこうって動かしたりしてみてください。こうってグッグッグッって。で、痛い。自分でこう、ある程度の力で押して、あ、痛い気持ちいいなぐらいだったらまだいいですけど、本当に自律神経が乱れたりとかする人って、本当に、これぐらいの強さでっていうので、痛いって言います。っていうぐらい、この自律神経が、障害が起きてきたりすると、この結構この胸骨のあたりとか、あと胸椎。ね、のあたりとかにはめちゃくちゃ症状が出やすくなります。で、じゃあどうやって治療するのかで言ったら、この痛いところグリグリグリってしたらもう最悪です。絶対やめてください。で、どうやって治療するんですかって言ったら、この交感神経と副交感神経っていうことに対してはですね、アプローチの仕方っていうのはたくさんあって、基本的にはですね、交感神経と副交感神経をコントロールするのは、一つ目は温度って言われますね。何かというと、あったかい時って皆さんどうですか？眠くなりません？暑すぎるとダメですけど、あったかい環境にいると眠くなりますよね。逆に、暖かくして眠くなってきたなと思ったら先生がクーラーつけますね。クーラーつけるとガンガンになりますね。活発になりますね。っていう風に、この温暖さっていうのが、いわゆる暖かいと副交感神経優位になって、寒くなると交感神経っていうのが強くなります。何かって言ったら、人間が身に危険が及んでくると交感神経が働くんですよ。だから攻撃されたりとか喧嘩になったら交感神経が働くわけ。逆に眠くなったら副交感神経なわけ。だから安全だな、安心だな、いわゆる暖かい状態になると交感神経が働きやすくなって、寒い、逆に暑すぎるもそうですね、交感神経が身を危険を感じて働きやすくなってくると思ってください。で、いうのがまず一つで、もう一つが呼吸です。自律神経が乱れてる方って呼吸が早かったり浅かったりします。で、これはね、もう呼吸っていうのは吸うときは、いわゆる副交感神経が優位になりやすくて、吐くと、いわゆるこの交感神経、活発になるアドレナリンが出やすくなる状態っていうふうに言われてます。で、これが、やっぱりこう乱れてくるんですよね。息が浅くなったりとか、呼吸が浅くなったりってなります。なんで、ゆっくり吸って、ゆっくり吐く。ゆっくり吸ってゆっくり吐くっていうのをやってあげることで、副交感神経、交感神経っていうのをこう行き来しやすい状態を作っていくっていうのがありますね。だからこれをやってあげるだけで全然変わってきますから、まずこれをやってあげる。で、一番これベストなのは何かって言ったら、お風呂です。で、大体ですけど、みんな交感神経が優位になってるんですよ。いわゆる携帯とかもそうですよね。寝る前に携帯触ったりとか、携帯触ってるとずっとこの光が入ってきてる状態なんで、活発になりやすい、交感神経が活発になりやすいので、交感神経をどんだけ落ち着けるかですね。で、考えていくと、例えばお風呂に入って20分浴とかやってくるといいですね。15分とかでもいいです。やってあげると温まりますよね。温まった状態で、あとは水をしっかり飲むと新陳代謝が起きてくるし、内臓も温まってくるし、汗が出てきます。そうすると副交感神経が楽になってくる状態で、そこから上がって寝る。で、ただこう眠る前とかにしっかりお風呂入ったりとか、あとは足湯とかでも全然いいです。20分間足湯やってあげるだけで、全然全身がポカポカしてきて、それで眠くなりやすい状態とか起きてきますね。例えばね、これ面白いんですけど、痛い痛い痛いって言ってる人に、例えば足湯20分15分ぐらいしてもらって、あー気持ちよくなった、楽になったって状態で、もう一回触ると楽になるんですよ。あとは私たちは触るっていう動作をすることでリラックスしますよね。マッサージを受けたりとか、マッサージを受けた後にもう一回同じように触ると楽になった、バロメーターなんですよね、自分のこの自律神経が整ってるかどうかの。なんで、やった後に楽になってるのであれば、自律神経整ってると思ってください。ですか？そうすると、なんか腰の痛みも楽になってきた、上がったりとか、膝の痛みも楽になってきたとか、気分が楽になった。ね、こういう風になってきますので、やっぱりこの副交感神経と交感神経をリラックスしていく。ですけど、なんでじゃあ交感神経が活発になりやすいかって言ったら、やっぱ食生活とか、いわゆる自分の生活リズムだったりとかもそうだし、あとは痛みですね。痛みがずっと出てる状態だと、身の危険感じますよね。痛い、痛い、ずっと痛い状態。
これもう交感神経が活発になるし当たり前ですよね。なんで痛みを取ってあげるっていうのがまずは私たち整体師だったりとかがやることですよね。でそれが楽になってくると自律神経が楽になってきて痛みが落ち着いてくる。なのでもしね痛みがあって交感神経副交感神経いわゆる自律神経が乱れている状態があれば逆にその自律神経があることによって痛みが治りにくい状態にもなるし痛みを解決してあげることによって自律神経が落ち着いてきてさらに治りが良くなってくる、まあ、悪循環を逆に断ち切っていい循環を回していくためには痛みっていうのをしっかり取っていくことがすごく大事になりますからしっかりこの痛みの原因を見つけることで、あとはそのちょっとしたポイントですよね。お風呂に入ったりとかっていうところ知らなかったりもしますよね。でここをしっかりねアプローチしていくっていうのをぜひやっていただければ嬉しいなと思います。でもしね一人でやるのは難しかったりすれば整体院復活私たち全国で展開してますので近くの店舗をぜひね行ってみていただければ嬉しいなと思います。概要欄の方に貼っておきますので動画の概要欄を見てもらって各店舗各県ありますのでぜひ行ってみてください。はい、ということで今日はねこれで終わりにしたいと思います。今日の話よかったらぜひねチャンネル登録高評価コメントいただければすごく嬉しいです。では今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画の時どうもありがとうございました。また見てください。